はいえー、皆さん、こんにちは、えー。セル英語ソリューションズ最高教育責任者の江口博之です。えー、さて、ここ2年近く、例の新型コロナウイルスの影響でですね、観光業、えー、特に国際観光業は苦しい状況に置かれてきましたけれども、まあ、いよいよ全ての制限が解除されて、えー、経済活動、社会活動が再開されるようになってきましたよね。まあ、来年からは少しずつ観光業も本来の姿に戻るんじゃないかという、ねえー、希望も出てきたと思います。まあ、そのような中、 国際観光業のまあ花形ともいえるですね。全国通訳ないしの資格取得に向けて、2022年度の試験準備を考えておられる方も少なくないと思います。セル英語ソリューションズでは現在教室授業に加えて オンライン会議システムを使ったネット配信の授業を行っていますけれども、いよいよ2022年度の全国通訳案内試験に向けた試験準備のプログラムが開始いたします。まあ、本格的な授業は2022年の来年の1月からということになりますけれども、まあ、それに先駆けまして、今年11月、12月にですね各種セミナーを開きますので、まあ、このビデオはそのセミナーのご紹介ということになりますね。そそれではではすね、えー、早速そのの、えー、セルの えーまあ、ガイドコースのですね、えー、特徴についてちょっとご紹介していきたいと思うんですけどもしばらくお付き合いください。まずはあの2022年度全国通訳案内試験に向けてということなんですけども、えー、来期の、えー、ガイドコースの特徴です。まず1つは、まあ、これはあの、えーまあ、今期やったのと同じで、授業は会議,システム会議システムとアーカイブでオンライン受講ということにいたします。まあ、あのこれは まあ、インターネットを使ってですね、例のズームシステムを使いまして、えー、この時間を決めて授業を開催いたしますで。それにリアルタイムで参加していただいてもいいですし、まあ、その授業を毎回収録いたしますのでそれをアーカイブという形であのご覧になっても結構です。もちろんですから、あのまあ リアルタイムで参加できなかった人たちはもちろん、参加された方もですね、このアーカイブで同じ授業を復習のために何度も見ることができるという、そういう便利なシステムですね。でさらに、まああの、リアルタイムで参加していただく場合には、授業終了後に質疑応答といったものができますし、あと、二次対策の場合にはですね、実際に皆さんと会話しなければいけませんので、まあ、あのそういう双方向通信でもってですね、やっていきます。でこのアーカイブで 二次対策をご受講の方は、まあ、実際に生徒さんが参加された、で私とこう会話をしたりする内容のものを、後でビデオで見ていただくという形になります。で、まあ、もちろんあの、えー、このお互いにこう会話しなければいけないような二次対策の場合には、定員を決めないといけないですから、まあ、基本的に4人なんですね。 でその4人、定員になりますと、この Zoom にはブレークアップルームという機能がありまして、えー、クラスを2つに分けることができます。そうすると、えー、セルの、えー、この、えー、講師がもう1人入ってきまして、えー、2つに分かれて2人で,で、さらにそこは定員になると3つに分かれて 3, 3人の講師でというふうにこう無限増設という感じになっていくわけですよね。まあ、そんな感じで、あの二次対策の方は進めていきます。 リアルタイムの会議システムと、それからアーカイブでのオンライン受講という、こういう形を取っていきますね。それから、授業はすべて演習問題、模擬試験が中心ということですね。まあ、この演習問題というのは予習を想定せずにですね、まあ、あの実際に一緒に問題を解いていきながらという、で模擬試験というのは、あくまでも、まあ、あの先に解いておいていただいて、授業解説という形になるんですが、まあ、これはあの英語の場合には、ですね演習問題もあの やっぱり予習、英語の前には必要ですけどもそれ以外の地理歴史一般常識それから艶やかなの実務というのは実際に一緒に問題を解きながらという感じで進めていきたいと思います。これはですね従来私がよくやっていた授業というのは一応セルの基本教材というのがあるんですねテキストです。 基本テキストって呼んでますけども、それを隅から隅までカチッとこう勉強した上で模擬試験をやるっていう形が、まあ、従来やっていた形だったんですけども、やっぱり本試験の傾向を見ますとですね、このあの毎年すごく変動があるんですね。で、まあ、その隅々までやって、結局あの、まあ、出なかったところなんかもいっぱいあったりいたします。ですから、まあ、最新の問題傾向に合わせて、まずは演習問題をしながら、 基本テキストをやっていこうと。だから、従前の基本テキストをやって演習問題という形から、演習問題をやりながら基本テキストを習得していこうという、えこういう形へと、まああのえー、前期から変えていったんですね。で、それを今回も、えー、来期も同じようにですね演習問題中心に進めていって、まあ、最後、試験が近くなりますと模擬試験という形で、えー、この完成させていくという形を取っていきたいと思います。えー、それから、えー まあ授業はコンパクトに各科目週1度1コマ60分ということですが、まあ、その、えー、講義形式と違って一緒に演習問題を解きながらであとは基本テキストを、まあ、授業の中で紹介した部分皆さんがそれを復習にしていただくというどちらかというと、えー、この復習重点型みたいな形になるわけですよねですからまあ授業はもう少しコンパクトにしてです、ねえー、もう60分と。 この方が継続的に受講しやすいだろうということで、こういうそれぞれの科目60分という形で進めていきたいと思います。すべての授業、私が担当いたしますが、二次対策に関しましてはね、そのクラスが増えていったときには、あのセルの他の講師の方にも参加してもらうことになります。 はい、それから、教材はインタラクティブ機能搭載の PDF ということで、これは、えー、後でちょっとご紹介いたしますけれども、やっぱりあの教室授業でこう紙媒体で勉強するというのも、それはそれで本当に意義があると思うんですけれども、やっぱりオンラインとなると、PDF ならではの機能を使った方が、やっぱりあの便利なわけですよね。で、ここから地図に飛んだりとか、えー、例えばウィキペディアに飛んだりとか、まあ、そういったこの、えー ハイパーリンクと言いますけども、そういったものを利用したりとか、あとはクリックすると回答の解説が出てきたりとか、えー、正解の丸が出てきたりとか、まあ、こういったものなんかを PDF に仕掛けてありますので、まあ、楽しく勉強するというか、やっぱりせっかくこの,あのパソコン、インターネットならではの機能を使っていこうという教材になっています。ももちろんあの印刷してて使っていただくこともできます。 それから、えっと、講師と受講生の情報交換用掲示板という、でですす。ね、そうですあのこれはですね、えーまあ、講師もそれから受講生の方も全部共通のプラットフォームを使うんです。これ、サークルスクエアっていうというプラットフォームをですね、使っているんですけども、まあ、そこで授業用の、まあ 資料あの配布資料とかあとは、えー、その、Z、o o m 受講用の URL とかあとアーカイブの URL とかあとは情報交換への掲示板全てを同じプラットフォームの中で提供いたしますので、まあ、そこで、えー、そのクラスごとにそれからあとそのシーズンごとにシーズンっていうのは1つの、えー、このコースの中が、えー 施設的にこういくつかに分けてありますので、まあ、そこどこから参加されても自由なんですけど、これについてはまたセミナーの、ね、2回目、3回目の辺りでご紹介していきたい,行きたいと思うんですが、まあ、そういうこの掲示板というのが設置してあって、そこで皆さんが情報交換したりとか、私から皆さんに伝達したりとか、あとは懇親会いつやりますよとか、ですねそういった情報をあの提供したりするわけです。でまあ、こういったあの施設さん同士の 交流というのも非常に大切で、であの例えばリアルタイムで参加していただく Zoom 授業の場合には、授業の前と後にあのに自由時間が設けてあります。ですから、そこで、まあ、ちょっと早くお集まりになった方、または授業が終わってもしばらく残れる方同士でです、ね、その Zoom ルームを使って自由に会話、交流をしていただくという、そういう機会も設けてあります。 だからそういった意味では、居室事講と非常にあのバーチャル的に近い環境を作り出したという、これが特徴でございますね。さあ、こんな感じでコースを進めていくんですけども、11月、12月のセミナーはですね、これに先立ちまして、本試験のことをよく知ろうということと、あとは、これから何を勉強していっていい いったらいいだろうというこういったものの指針となるような、まあ、準備のためのものを、えー、行っていくわけです、えー、例えば英語の場合ですね、えー、英語筆記試験準備セミナーということで11月に3回行いますまず1回目は全国通訳案内試験を振り返るということで今年の試験をちょっと振り返りますそれから英語の試験はこの読解問題とそれから英作文問題に分かれていますけれども2回目はこの読解問題を攻略する から3回目は英作文問題を攻略するということで、合計3回あの60分の枠のセミナーを3回行います。でこれ11月に行ったこの3回のセミナー、全く同じものを12月に行います。 でまあ、11月に行ったものは収録してすぐにアーカイブ公開いたしますので、まあ、もちろんアーカイブでこれ OK になると12月のものは受ける必要はないんですが、まあ、ただどうしても、ね、リアルタイムであの OK いただくとその後に質疑応答とかいろいろできますからね。そ、ま、う、あ、いうわけで全く同じ内容のものを11月3回、で12月3回行う予定で進めていきます。で同じ要領でまあその 地理歴史、一般常識、二次対策も行っていくんですが、まあ、とりあえず英語の方からですね、どんな資料を使うか、ちょっとご覧いただきたいなと思います。まずはあの21年度の全国通夜館内試験、英語問題を振り返るという第1回目なんですが、ちょっと拡大いたしますね。まあ,あのこういうふうに、ね、PDF どうせ使うんでしたら、まあ、カラーの方がいいだろうということでねで、本試験でちょっとテーマになりました。こうあの、えー 差し子とかですね、あと盆栽なんかの写真なんかもちょっと遊び心で入れてありますんでね。さあ、それでですね、えっと、まずここに試験の概要、こういったことなんかを1回目のセミナーではご紹介いたします。で、ここちょっとポイントなんですが、 と持ち帰ることとがでできなかったんですねところが今年は持ち帰ることができましたのであの、ま、あの試験を受けになった方は問題がてお手元にあるはずですただ問題は著作権で保護されているためこの振り返るにおいてはですねあのこの本試験問題を使うことはできませんですから、えーっとですね、本教材では、えー、大問一に関して問題の出典となったオリ,オリジナル英文の内容を参考に独自に私が創作した英文で、えー、この 本試験に似せた問題を説明を設けてありますとまあ、こういう感じで実際に本試験が OK になった方もねだからえちょっとこう見たことない問題が出てきたりしますのでお楽しみいただけると思いますまたあの題問2に関しては今年はペーパーバックからの出,出展だったんですけどそこもですねまあ、同じその 出典となって英文の中から一部引用させていただいて、本試験問題とは異なる部分に下線を引いて類似問題を作ってありますので、まあ、あのお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。で、あの問題をお持ちの方はですね、本試験解説セミナーというのをやりました。これはあの見ていただいても結構です。ここをあのクリックいたしますと、この本試験解説セミナーの、ね、ビデオにジャンプいたしますので、これはあの無料でご覧いただけます。 あそうそうだからこの資料ですね、今見ていただいている資料は、えっと、セミナーが終了したら、皆様があのダウンロードできるように設定いたしますので、まあ、そうすると PDF、ここをクリックしていただきますと、ハイパーリンク貼ってありますからあの、先ほどのビデオのページにジャンプすることができます。で、おそらくこの1回目のセミナーが行われる頃にはですね、JNTO の方から、多分今年の問題を公開してると思うんですね。 まあ英語の問題は多分英文のとことか全部黒塗りになってますのであのちょっとわかりにくいところもあると思うんですけどもですから今年本試験まだお受けになってない方もですねこのビデオとその公開された問題見ればなんとかわかるんじゃないかなという気はしますただこのセミナーの場合にはですね私が作り直した問題がありますのでこちらの方でえー 今年の問題を振り返っていただいた方がコンパクトで分かりやすいんじゃないかなと思います。これが私が作りましたオリジナル問題ということになりますね。ハチタ択とか、あと並べ替えとかありますので、こういったものを皆さんと一緒に解きながらですね、今年の問題の難易度、方向性なんかについて確認したいなということです。これも河川役問題ですね。本試験と違うところが河川引いてありますので、 あの本試お受けになった方も、ちょっとね、トライし直してみていただけるといいんじゃないでしょうか。さあ、そうすると、2回目のセミナーなんですが、読解問題を攻略するということで、えー、っと読解問題は2種類ありましたよね、総合問題と、あと今の河川約問題っていうのがあるんですけども、私が作りましたオリジナルの問題で見ていただきましょう。これが2回目のセミナーです。東京タワーについてのことですね。 こういったあの並べ替えとか、あと8択問題とかあったりいたしますから、一応どこまで解けるかなという感じで見ていただくと、あとは河川役問題なんかも、こういったあの今の力でどこまで解けるかというのが一つ、今後何をしなければいけないかということの指針になりますから、これを提供するのが2回目のセミナーの役割です。3回目は英作文問題ということなんですが、100点満点のうち、 英文を読む方が60点。英文を書く方が40点分ということになります。まあ、この、えー、英作文の場合にはですね、うん、本試験の場合にはあのー、2種類ありまして、まあ、この日本語に合致している英文を選ぶというものと、あとは、えー、ある日本事情に関して英文説明の中身が正しいものを選ぶという2種類あるんです。ただそれをですね、 模擬試験の段階で、まあ、それと同じようなことをやっていくんですが、それの前の演習の段階としまして、私が考えたのは、ですねやっぱりこれができないとダメなんじゃないかなという、まず一つは、ですねあの英文を見る目ですね。例えば、このそれぞれの英文の中に、文法的に、語法的に修正しなければいけない点が仕掛けてあります。こここれを見抜くとととができるということは例えば その英文がが正しいいかかどうかといったものが判断でできるわけですねやはり文法的に正しいこの文を見抜くということは間違いを発見できないといけないわけです。だからまあ間違い探しということですね。1つの日本文について3つ、ここでは例が挙げてありますけど、そういったものを見ながら文法力、語法力といったものを確認していこうというのが1つ目のセクションですね。2つ目はですね。 あの実際にまあ書いてみようということなんですけども、まあ、これに対するその正しい英文を選ぶというのは、まああのえー、先ほどその言ったようにです、ね、結局、文法的に正しい英文が見抜けるかどうかということになるわけです。ただ、4択の前に、あまりよく分からなくても、これじゃないかなという感じでまあ選んでいる方も多いと思うんですね。で実際に書いてみないと、自分がどこまで書けるかというのは分からないわけです。 これ PDF 便利なもので、ここに注射機能というのがありまして、こういったものを開いていただいて、実際に書いてみるわけです。お台場というところに行くといいでしょうということで、例えばえ、It might be good for you と何々とかですね、いろんな言い方があるんですが、例えば、I recommend なんかを使うと、I recommend that you go to. まあこんな感じでお台場へっていう、こういう言い方もできますよね。だこういったあの例えば、レコメンダーなんかを使うときに、この go なんですけど、ここがあの、えー、あのアメリカ用語なんですけどもね、例えばここが he になったとしても、これは go's にはならなく go っていう原型になるわけですよね。まあ、こういった文法の決まりとか、そういったものなんかも実際に書いてみると、なるほどっていうふうに気づくところがあるわけです。 ですから、まあ、一応あの、英語の場合にはね、ちょっとやっぱり予習がありますんで、まあ、これは予習をしていただくんですが、それに私が実際に授業の中でこうやって書きながらですね、ここのところ注意しましょうみたいなことなんかを説明していくっていうのが、この2つ目のセクションということになります。で、こういった部分を勉強するための基本教材っていうのがありまして、それがここに書いてある、ガイド英会話演習ハンドブックという、ね、ハンドブックがありますんで、まあ、それも PDF 形式でお渡しいたしますけど、 そういったものを使っていただくと。で、えー、日頃の勉強をそのハンドブックで進めて、この演習問題で力試しをすると。それから日本事情に関しましてはですね、まあ、私の,あの、えー、書きました、英語で語る日本事情というね、ジャパンタイムスから出ている本なんですけど、これ一応ベースにして、それでプラスアルファということで、その英語で語る日本事情にも載っていないような内容。 まあこういったものを日本事情をここで確認していくとで。これはですね、どういう勉強の仕方かというと、このカッコの中に一語を入れていきます。で、例えばこの日本文に合うように一語を入れていくわけですね。例えばここは、新童イズアン,アンとありまして、日本固有のという単語がここに入ればいいわけです。まあ、そういったものを、えー、この確認していくということになるわけですね。実際にこの PDF の中ではですね、これ前半の問題だけなんですが、後半には もう一回これが出ていまして、こうクリックすると答えが出てきますね。これはまあセミナーで一応ご紹介するんでネタバレになっちゃうんで困っちゃうんですが、まあ、ちょっとだけお見せしましょう。クリックすると、インディジ o ネスという単語が出てきたりするわけですね。で、まあ、これはあの回答部分で、先ほどの問題部分の後にこういった回答部分というのが、えー、あの印刷されてますので、まあ、これがあのインタラクティブ機能というものです。 でこんな感じで日本文に合うように言えますかという、だから主に日本辞書を説明するための語彙力の分野ということが言えるでしょう。で、えー、最後に4つ目のセクションなんですが、こちらはですね、えー、次の日本辞書について4十五前後で、これも実際に予習の段階で書いていただくと、で私は授業の中でどういうふうにまあ書いていっていいかなということをご紹介するわけです。 まあ2つ作業がありますよね。まずは何を書くかということ。それをどう書くかということなんですが、それを実際に私がですね、授業の中で、先ほどみたいにこうやってあの、えー、赤文字でここに書きながらご紹介していくということになりますで。模範解答はここをクリックするとね、えー、その書かなければいけない内容、日本語と、あとは英語の模範解答例が続けて出てくる。 でまあ、何を書いていいか分かんないということはあると思うんですけども、一応のガイドラインといたしまして、まあ、ここにあるそのヒントを参考に書いていくわけです。例えば、NO の場合には、えー、NO is 例えば、Dramatic Art につなげるとしたら、A, a Traditional Form of Dramatic Art。 こんな感じだといいんじゃないかなという気がいたしますよね。まあ、このように言葉を少し足しながらですね、うまくこの語群の言葉を使っていくと、えー、例えば次にマスクとかですね、アクトスとかありますので、まあ、あのまとまった単位の文章になっていくという、こういった文章を作る練習をするわけですね。で以上、えーまあ、こういう感じであの3回目のセミナーを行いたいと思いますので、まあ、これによって、まあ、その、 本試験の様子、並びに今、本試験問題に挑戦するとすると何を勉強しないといけないのかということがよくわかるようになるんじゃないかなというふうに思います。さあ、あとは地理、歴史、一般常識、通訳館内の事実も同じなんですけども、じゃあ、直接教材の方を見ていきましょうかね。こちら、地理問題を振り返るというものなんですが、これもあの著作権の問題がありますので、まあ、えっとですね、えー、ここにちょっと書いておきましたが、 まあ一応、問題は著作権で保護されているためという、ただ、本試験、ね、お持ちの方はですね、ここもあのビデオをクリックしていただくと見れるんですけども、あの本試験問題ってやっぱり4択、5択とかいうふうになっているわけなんですが、例えば、ね、あの適当にクリックしても、それあの25%正解できるわけですから、えー、例えば、 あの今年の問題で、ですねこれ7割取らないといけないんですけども、あと本当に1問足りなかった、2問足りなかったという方がやっぱり多いんですよね、この合格ラインの直前のところに大きなこの,、えー、あの山があるという感じなんですよ。で,ですから、なぜあと1問、2問、ね、足りないのかという、それはですね4択問題があの解けるという。 レベルでででやっぱり解決できなないい問題かもしれないんです例えば、やはりその4択問題を解くためには、これかなではなくて、選択肢を見なくても、あこの回答はこれということで、選択肢を見て、あこれって選ぶという、そういう力がないと、ですねなかなかこの7割っていうのは到達できないんですね。ですから、一応、ですねここでは選択肢があると、やはりどうしても選んでしまいますから。 選択肢がなかったらちゃんと言えるかなというですね、えー、まあもちろん選択肢があ問題も中にありますけれども、こういうふうな感じで一応作り変えたわけです。ですから、今年の問題で十分な点数を取るには、ちゃんと言えますかと、盛岡市の伝統工芸品として知られるのは、南部ペケペケ、このペケペケが言えますかとか、盛岡三代麺としてマスコミに取り上げられる麺料理は、わんこそば、盛岡冷麺、もう一つはと、こういうことですね。 だから、まあ、こういう選択肢では解けるけども、これが言えないというのは、やっぱり少し勉強の仕方が足りないという感じです。ですから、まあ、皆さん、どこまでこれを答えることができるかというのを試すのが、この振り返るという1回目のセミナーです。で2回目では、ですねそうですあの地理の問題には、ですねこういったあの地域別問題と、あとあの分野別問題というのがありまして、 まあ大きくこの2つから攻略していくといいと思うんですね。で、まず分野別問題あの、ごめんなさい、地域別問題は何かというと、これも簡単でございまして、例えば北海道からですね、えー、順々にという感じです。で、例えば、えー、これはあのね、えー、まあ、1回のセミナーで60分で日本全部カバーするのは無理なんで,で、ちょっと広めにとりまして、関東甲信越、東海、北陸と、いうまあ、主に東日本の方ですね。で こちらの方に関してなんですけれども、広域関東周遊ルート、これについての知識を試してみようというものですね。で、まあ、ここをクリックすると回答が出てきますね。で、こういったところは外部のリンクが貼ってありまして、例えばこういった茶色のところはウィキペディアとか、あとは政府なんかの一般公開されているページなんかに飛ぶっていう感じになります。 で一方で、この緑の方があの、えー、地図の方ですね。じゃあ、例えばですね、面白いところで、みなかみ温泉とかね、えー、ちょっとクリックしてみましょうか。はい、Google マップでみなかみ温泉ってどこらへんかなっていうのが、えー、出てきたりするわけです、ここですね。ちょうどまああの新潟県との県境に近いんですけども、まあ、谷川岳の麓のところですね。で あの私たちはあの Google マップに関しましては API キーという、ね、あのライセンスを取得してあの商用利用というのがあのできますので、まあ、こういった授業の中で、えー、Google マップなんかを使うことができると、まあ、こういうふうにあの問題の中にいろんなところにリンクを貼ってありますから、まあ、皆さんも復習の段階または授業の、ね、中でもよく使ったりするんですけど、えー、地図帳をいちいち開かなくても、まあ、これで直接、えー、確認できると。 こんな感じで、これ、あの正解クリックすると、黒丸がプっとできたりいたしますので、まあ、ネタバレになりますから、今やめておきますけどもね、まあ、こういう感じで、次が中国、四国地方ですね、それからあとは九州、沖縄地方ということで、まあ、写真問題なんかも取り込んでと、で、今年はチリ、地理写真問題出てなかったんですけど、やはりあの写真地図というのは、あの、えー、やっぱりチリ問題、歴史問題の基本なんですよね。ですから えまあ一応、ですねこの写真なんかに慣れておくに越したことはないです。で今年の問題なんか特にあの文章がいろいろありまして、その文章,だけ文章の中から頭の中でこう地図を再現できないと解けない問題もいっぱいあったわけです。ですから、やはりビジュアルな要素っていうのは欠かせませんので、あの演習問題に関しましては、こういったビジ,ュアルビジュアルな要素をふんだんに取り込んでいただきたいと思います。 であとはまああの英語も地理も歴史も全部一緒なんですけどもあの2回目のセミナー3回目のセミナーでは最後にあのこの授業の特徴とかですね一応あのご紹介させていただきます。 であとはスケジュールもどんな感じでシーズン1からシーズン2、シーズン3、シーズン4というふうに進んでいきますけど、どのような感じで本試験まで皆さんをあの、えー、導きするかということなんかもご説明いたしますので、ね、さあ、ちょっと話は飛びましたが、3回目が分野別ですね。そう、これは文字通りですね、分野別なんですけども、例えばですね、本試験の場合、えー、世界遺産に関する問題。 それから自然公園に関する問題、あとは充電権ですね、えー、とか、まあ、あとはあの重要文化的景観とか、地理の場合には、これとか他にラムサール条約とか、あとジオパークとか、そういったあの分野別のものがよく出たりいたしますから、まあ、このように地域別と分野別という、その2つの角度からですね、えー、この攻略していこうという、これがあの3回目のセミナーということになります。で、歴史も同じような感じですね。 歴史も最初の問題を振り返るということで、まあ、地理でご説明しましたように、ですねあの選択肢の中で解けるかどうかよりも、やはり答えがズバリ言えるかどうかということだと思うんです。ですから、本試験をお持ちの方は、ですね一応このビデオでですねあのご覧になっていただいていいと思うんですが、ここでは、例えば、そうですね、こ2番なんかそうですね、797年。 関武天皇から征夷大将軍として派遣され802年に伊沢城を築いた安楽皇を降伏させ陳述法を多賀城から伊沢城に移した人物は誰かっていうねこれがまあ言えるかどうかということです。で例えば今年の問題ですねあの内容は高度なんですが意外と正当率が高かったというのがありましてそれは実際にあのこの3番なんかはその典型的な例なんですけどもこれちょっとご覧になっていただきますとね 主言道は縁の大角が飛鳥時代に創始したとされ縁の大角が伊豆に流されたという記述がある立国史の一つとあと縁の大角が吉野に修行の場として開いた世界遺産に登録されている寺院の組み合わせ正しのとこれどっちかが分かればいいわけですよねだからあのこの立国史の一つっていうのが非常に高度な知識ではあるんですが一方で この円の大綱が吉野に開いたというのは、これは知っていないといけない項目です。でこのように今年はですね、そのこういった問題が途中、えっと、前半を占めていたんですよ。ですから、問題は高度なんだけども、意外と正当できるという。ただ、それじゃあんまり良くないんで、このセミナーの中では、やはりズバリ答えが言えるかとで、どこまで言えるかという、これをですね、いろいろと試していきたいなというのがあるわけですね。はい、というわけで。 これがあの、えー、振り返るのセミナーでございます。でえー、そうすると、歴史もですねまた、この地域別問題というものと、それからあと時代別問題とあるんですね。ですから、えーまあ、そのまずは、えー、2回目のセミナーでは地域別問題を、えー、攻略していきます。例えばどういう問題があるかといいますと、えー、これも地理と一緒なんですけどもね。 あの地理と歴史はそういった意味で、この,あの地域別問題はかなりかぶるところがありますね。まあ、これは欧州・藤原氏の話、それからあと山寺の話、から大越列藩同盟の話ですねで。こういったところの、えっと、茶色のリンクはですねウィキペディアにつながってますので、クリックしていただくと、ね、詳細を見ることができます。えーまあ、こんな感じですね。 それからまあ関東甲信越、えー、それから近畿、中国、えー、まあ最後にこの2回目のセミナーでは、あのセルの授業の特徴とか、あとスケジュールですね。えー、まああの4つのシーズンに分けて行っていくんですけども、あの段階を 別にだんだん難しくなっていくっていう感じになっています、ね。で、最後は実践編で模擬試験という本試験と同のものを、まあ、同様形式のものを解いていただくっていう感じで仕上げるわけですね。で、えー、さて時代別なんですけども、まあ、あの最近はこちらの方がちょっと多いかなっていう気配がいたしますね。で、例えばですね、時代別ですと、まあ、これあのセミナーの中ではもう本当にざっくりとしか切れないんで、古代に関する問題。 から中世に関する問題それから金性に関する問題ぐらいに分けておきますがもっともっと本当は細かく分類していかないといけないですね。こういった時代の並べ替えなんかがね結構難しい問題ということにもなります。 からあと写真問題とかですね、今年は2つ出ていましたけれどもね、えー、まあそういったものなんかをご紹介して、最後にまたこれ、2回目と3回目のセミナー、最後同じこと言っちゃうんですけど、えー、まあどういうスケジュールになっているかとかいうことですね。さあ、えー、と一般常識と通訳案内の実務なんですけれども、まあ、あの従来、この一般常識とそれから通訳案内の実務というのは、あの通訳案内の実務の問題が 加えられる前というのは一般常識問題も地理歴史と同じように40分の問題だったんですね。ただこの通訳案内実務というのが入ってきまして20分短縮されてで通訳案内実務がまた20分ですから2つ合わせて40分という形に変わったわけです。ですからまあセミナーの中ではですねあのちょっと一つとして扱わせていただきたいと思います。特に1回目はあのこの2つの問題の中で 先ほどの地理と歴史と同じで選択肢としてではなくてですねその答えがきちんと言えるかということを確認していくわけですね。あというか、まあ、あの選択肢にならざるを得ないのがいっぱいありますけどねこういった数値の問題なんかはそうですね。だからまあ一応、えー、っとこの一部こうやって選択肢にならざるを得ないのはありましたが、まあ、とりあえずあの本試験を十分にこう合格点を取るためにはどんな知識が必要かということを このの一般常識の方は作ってみましたそれから、えー、っと、通夜館内の実務なんですけども、これはね、もう全くあの新しく私が作ったものです。で、あのだから本試験とはちょっと違うものなんですけども、皆さんね、ねあの読んでみて、えー、こう。 騙されずにちゃんと成果を選べるかどうか、これをちょっとこの1回目のセミナーではね、確認していただきたいというふうに思うわけですね。で、ちょうど本試験と同じ分野をカバーしていますあの。ですからえ、問題の中身は違うんですけどえ、同じ分野をカバーした別の問題に作り変えてありますので、まあ、あのえーまあ、楽しんでちょっと解いていただくっていう感じかな。だから一般常識を大けにあの なる必要がなかった方とか、あとはあ実務をもう受ける必要がないという方もいらっしゃるんですけども、これ、セミナーの性質上、2つまとめて60分でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、えー、っとその2回目と3回目で分けます。だから、一般常識に関しては、2回目は一般常識専門ということで、これも私があの作りましたオリジナル問題ですね。これをあの一緒に解いていくっていう感じ、まずはこの主体傾向から確認いたしまして、 で、えー、まあ、こういったあの問題を、これクリックすると回答できますんでね、そういった問題を一緒に解いていくという。ですから、えー、っと、3回目のセミナーは、これが、えー、通訳案内の実問題ということで、えー、これもあのトリッキーな問題がね、結構ありますんで、そういった言葉の、なんていうかな、あのトリッキーなところに騙されないように、えー、きちんと問題を解いていくという、えー、まあそういった感じの 考え方なんかをですね、ご紹介したいなという感じですね。はい、以上、ここも最後はですねあの、スケジュールなどについてご紹介させていただくことになりますので、こういう感じですね。さあ、それで、えっと、二次対策ということなんですが、まあ、二次対策に関しましてはですね、まだあの、えー、2021年度の二次試験を行われていませんので、あの一応2020、2020 2 0年年度、 あの去年の試験がベースという,ふうになりますでこれをベースにですね、えー、例えば1回目のセミナーではですね試験の概要ですねであ,の、えー、ある受講生の例ということで、まあ、あの本試験を k 受けになった様子をですねレポート頂い,いてますそのレポートをちょっと見ていただきましてこう臨場感あふれる感じでですねあのどんな試験かということを知っていただくという感じですね。 でこのサンプルの方はですね、えっと、プレゼンテーションのトピック、えー、そうそうあの、初めてご受講なさるあの、ご受験なさる方、ちょっとわからないかもしれませんが、ちょっとご説明するとですね、えー、まずあのあの、試験の構成、流れですね、まずあの3つのテーマから1つを選択して、 2分程度のプレゼンテーションを行うと、考える時間30秒ぐらいもらえるんですけどもで、そのプレゼンテーションの内容について質問がありますので回答すると。で、これが一つ目のお題ですね。で、2つ目は、試験員が日本語で読み上げる内容について1分から1分半程度でその受験外国語に訳す。で、これに関係するです、ね、内容の通夜間の現場で想定される状況にの質問があります。 でそれにどのように対応するかを英語で答えるという、こういう形なんですね。大きく3つのセクションに分かれているというふうに考えて結構でしょう。それを実際にこの受験生の例からどういうふうな感じになったかということをご紹介するわけですねで。トピックはいかの通りということで、まあ、あのこの方、は熊手を選ばれたんで、熊手について私のちょっとオリジナルのサンプルアンサーをここに挙げてあります。クリックすると出てきます。 で質問があったりとかいう感じですね。で、その後、えー、通訳文ですね。これもあのちょっとオリジナルで作り直しましたけれども、そこに私が作った訳もここをクリックすると出てきます。で、あとは、えー、と通訳案内の現場で想定されるお客様らの予防ということなんですが、まあ、1回目、えー、あの,の中ではね、えー、この受験者の方があの受けた内容、要するに京都回ってるとね、あの 金閣に今から行こうとすると、もうお寺はたくさんだったように言われて <laughs>、この時にどうしますかというね、その内容がここにこうね、えーまあ、これはもうあの複数の受験者の内容を組み合わせて、江口役ということで、まあ、どういうふうに展開するといいかなというのをちょっとこう、えー、あのご紹介するという感じですね。で、この1回目のセミナーの中では、その他にですね、例えばどういうプレゼンテーションが2020年は行われたか。 それからあと実務質問のサンプルですね。こういったものなんかも、えー、見ていただくことになります。で、そうするとですね、あの2回目のセミナーは何かというと、必然的にプレゼン問題ということになります。で、今あの、サンプルで見ていただいたここですね。ここ、2020年度の例の中から、えー、っと、2回目のセミナーでは3つご紹介いたします。えー、どういうふうに、あの、 処理していったらいいかということですね。えー、まあそういうわけで、このトピックの比率の詳細ですね、どんな問題が出ているかっていうですね、それから、まあこの丸暗記は通用しないとかありますが、プレゼンの基本的な考え方、戦略、えー、こういったものなんかをご紹介して、であとは展開方法ね。まああの1回目のセミで熊でやりましたんで、ここでは姫路城でしょ、それからラーメン。 えそれからもう一つがリモート飲み会、まあ、こういったものの3本をちょっとご紹介して、まあ、最後にあのどんな質問が考えられるかっていうサンプルを見ていただきますで、えー、まあその後とにまあ例によってあのスケジュールについてご紹介という感じになっていきますねそうすると最後のセミナーがまあ通訳実務問題ということになるわけなんですが、まあ、こちらの方も先ほどの,あの1回目のセミナーでね えっと2020年にどんな問題が出たかということを言ってましたけど、例、えー、1、例2、例、えー、3とありますので、まあ、それでしたら、この3つについて、えー、この、えー、3回目のセミナーではあの回答例をご紹介したいなというところをですねで、例えば、日、まあね、本文クリックすると出てきます。でそれに対して英文ですね。これちょっと皆さん実際にやってみたがいいと思うんで、 あの先ほどの1回目のセミナーのもの、あんまりじーっと見ない方がいいと思います、ね。これ私、日本語読みますので、皆さん、訳してみるという感じですね。それから、でえっと、実務質問についての、まあ、実際のやり取り、提案ですね、こういうのはどうかなというのが出たりしてますね。でこれについて、えーまあ、例題2、例題3という感じで見ていただくのが、3回目の、えー、セミナーということになります。 で、例によりまして、最後にスケジュールのご説明という感じで終了すると。まあ、以上、こんな感じでね、あのセミナーの方を進めていきたいと思いますんでであので、来年から始まりますコースはですね、やっぱり基本教材というのがそれぞれの科目にありまして、だから、あの英語の場合には4種類基本教材があります、えー。この英作文ハンドブック、英会話ハンドブック、それからあと文法書と単語帳がありますのでね、この4種類をベースに。 勉強していくとでそれから、まあ、地理歴史、えー、こちらはあの、えー、地理基本テキスト、歴史基本テキスト、一般常識基本テキスト、実務基本テキスト、それぞれ基本テキストがありますので、そういったものを勉強していただ,いただくんですけども、まあ、その基本テキストについて、ちょっとだけ最後ねあの、見ていただきたいのが、やっぱりあの、えー、PDF、電子ファイルならではの,あの機能というのがありまして、 これなんかあの日本地理基本テキストというものなんですけども、例えばこのしおりなんかを見ていただきますと、まあ、最初はあの、えー、準備編、世界遺産編とか、で、これの、えー、こちらが大体分野別のものに対応してまして、世界遺産の次が、えー、っと、国立公園ですね。世界遺産まだずっと続いていますが、えー、この辺からこうね、えー これジャンプしますと、国立公園の話になるわけなんですけど、えー、国立公園のまあ外観、えー、名前がちゃんと言えますかねということですね。でそれが終わると、国立公園についての、えー、説明ということになるんですが、ここもハイパーリンクは全部貼ってあります。ね。これ青は全部あの、えー、地図、えー、になりますので、まあ、ここをです、ね、クリックしていただきますと、サロベツ軒家とか、こうやって出てきたりするわけです。 パンケーナマとかペンケーナマですね。サルベツ。まあ、こんな感じになっているわけですね。で、あと、だからその他に、この後は国定公園、それから充、えー、電圏、重要伝統で建造物の構造区とかねあの、ジオパーク、ラムサール条約、日本遺産、広域観光収入ルート、あと無形遺産、まあ、こういったものなんかも載っているのがこの、えー、この、この、 日本地理基本テキストなんですけど、まあね、あのちょっと情報がすごく多くて大変ではあるんですが、これともう一つですね、面白いのはこっちです。観光地一覧地図テキスト。ね、観光地となると、地理の問題、歴史の問題、両方とも考えられますので、地理、歴史、共通というですね、こちらはね、やってて面白いですよ、ね。例えば青森県行ってみましょうかね。こうやってあの青森県の全図がありまして、でここに、あの えー、地図のこのマーキングしてあるところの説明がこうあるわけですよね。で、こちらは説明に関しては、もう演習問題とか、先ほどの基本テキストの方でやっていきますから、これはね、位置関係と名前を確認すればいい。で、補足説明が欲しい場合には、茶色は、えー、Wikipedia ですね。それから、青が Google マップと。便利でしょこんな感じで、 もうとにかくこの1冊あれば日本全国を知ることができるという。で、ウィキペディアも地図も欲しいといえばこのような表示になっています、ね。青の方が地図。で、この W って書いてあるのがウィキペディアのジャンプのリンクですね。こんな感じ。で、各都道府県に関するデータというのもここに載ってまして、今年の試験も出てましたね。温泉の位置関係がですね。そういったものをきちんとこの地図の上で確認していただく。これは日本歴史の方でも使えます。 でまた、日本歴史のテキストがすごいんですけども、こちらはですね、私のオリジナル書き下ろしのもので、えー、っと、じゃあですね、今年ちょっと問題が出ていたところの平安時代初期に行ってみましょうか。はい、ここ平安時代初期ですね。で、ちょっと拡大いたしますけども、まあ、こんな感じであの、いわゆるベタっとした文章ではなくて、短いこういうあのユニットでずっとこう、大切なことを えー、説明していってるんですねで。この方が頭の中に残りやすいんです。で、ここ、茶色は全部 Wikipedia につながっているんですけど、何よりすごいのが補足説明のこれです。注釈。で、実はこの PDF ファイルの後半の方に注釈集っていうのがあるんですよ。ちょっとページをめくってみると分かるんですけど、これずっと本編がずっとありまして、最後は現代までずっといくんですが、これが1回終わった後にですね、注釈集っていうのがあるんですよ、実は。 これあの,この冊子の後半です。ちょっとこういう注釈集っていうね。で、この注釈集とはもともと別の冊子だったんですよあの。要するに注釈集というのと、えー、基本テキストの2つに分かれて、えー、相互にこう参照し合うという形の仕組みになっていたものを、これがもう PDF の便利なところです。えー、それをあのブックマークでリンクしてあるんですね。 だから例えば、この中で今年出ていた問題、この人、坂上野田村麻呂ここの文章を詳しくしすぎると、もうデータインプットできなくなります。ですから、坂上野田村麻呂が何をしたのかっていうのは、最低限、伊沢城を築いて反乱語を報告させ、陳述を多賀城から伊沢城に移したと、これしか書いてない。で、さらに知りたいときには、ここをクリックするとジャンプします。はい。これ、今年の試験出てたんです。 エミシの族長アテルイラを基準させ、彼らを連れて平安京に向かい除名探案したが、朝廷は彼らを川内の国の杉山で切ったと。まあ、こういう事件があったわけですね。で、こういうふうに注釈集に飛ぶことができます。ここをクリックすると元に戻ります。はい、元に戻ってきました。こんな感じで、例えばね、こういったクスコの辺が起きたぐらいしか書いてなくて、なんだクスコの辺と思った時にはクリック。そうするときちんとここに説明が出てる。 なるほど。と思ったら、ここをクリックして元に戻る。こんな感じで、まあ、いちいち2つの冊子をこう相互参照しなくても、クリック1つで行ったり来たりできるという非常に便利な、えー、テキストですね。はい、自分で言うのもなんですが、まあ、これは、あの、えっ、ー、と、地理と一応日本歴史のね、あの基本テキストだけご紹介しましたが、各コースにこういった基本テキストがあります。で、一方、二次試験の方はですね、あの基本テキストというんじゃなくて、私があの書きました本、えー、この、 えー、英語で伝えたい日本紹介基本フレーズ2100というのが、まあ、この基本テキストに相当する存在になりますので、まあ、これはあの、えー、授業の中でも時々使ったりもいたします。まあ、こんな感じで、それぞれのコースにこういった基本教材があって、演習問題を解いていくというのが基本構想になっているということをご理解いただけたかと思うんです。まあ、それを、まあ、あのこれはまあ一応、ね、来年から始まる本コースの方なんですけども、その まあ、準備編としてですね、えー、セミナー,、えー、ぜひともお受けいただきたいと思います。もう好きなところ、好きな分だけで結構でございますので、例えばもう英語の、まあ、今年は振り返らなくていいやと、読解問題だけやりたいと、ねで、あとは地理、えー、この地域別だけやりたい、もうそういった方はそこだけあのスピ,ンスポあのピンポイントでね、あのご受講いただいたら結構でございますので、うそういう感じで11月、12月、ね、あの、 皆さんと一緒にですね、今年の問題を振り返り、来年に向けて準備をしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。どうも、あの聞いていただき、ビデオを見ていただき、ありがとうございました。